おほほほ、こんなの見せられないよー。はいどうも、カパン長、アルパカ系 YouTuber カパです。はいどうも、コチャン長、アルパカ系 YouTuber コチャです。二人合わせてカパズチャンネルです。よろしくお願いします。ねえ掃除っていいよねいいよね。何やぶから棒に。ホコリが大量にあると燃えるよね燃えるよね。いや燃えるのはおかしいやろ。というわけで今日はお掃除動画やっていくぜ。ファイヤー、燃えそうな毛が湧きやがって。はい今回のは、こいつだ。これは、プレイステーション2の初期モデル。また懐かしいものを。実家の倉庫に眠っていたものを引っ張り出してきました。実家って捜索したら福袋感あるよね。袋に大量に入ってるベイブレードとか遊戯王カードとか発掘しがち。そうそうそれで意外と価値が高いもの見つけちゃったりして。脱線するからそれ以上はやめとこうか。誰が言い出したと思って。では、状態を確認してみましょうか。君会話のキャッチボールって知ってる。まずは外観、ホコリがまとわりついていますね。これホコリなの。カビじゃないよね。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。兄さん、側面はこんな感じ。コントローラーやメモリーカードを指す側だね。動画ではわかりにくいですが、下のメッシュ部分はなかなかに汚れていました。実家に長いこと放置されてたもんね。期待できます。なんで興奮してんの。そして後ろ側、いろんなコード類を接続する方だね。これも動画では伝わりにくいですが、ファンが特に汚かったです。どんな機械類でもファンはホコリの住処だからね。汚ねえな。だからなんで嬉しそうなの。とまあこれがざっくりした見た目の紹介。ではせっかくなので動作確認もしてみましょうか。着てるものがキモいんだけど。ガチャピン着ぐるみ用いいでしょう。嫁さんには苦笑いされたわ。生きててすいません。はいとにかくスイッチオン。傷つくならしなきゃいいのに。お、ディスクトレイ出てきたね。懐かしい。うわ、この画面懐かしい。学生時代腐るほど見てたね。兄弟間で奪い合いになったのはいい思い出。って、画面止まってない。あれ、普通は光の玉が動くはずなんですが。止まってるね。あまりに長く放置しすぎたか。これはヤバみ。それじゃあちょっとディスク入れてみましょうか。PS2 でゲームするのも久しぶりだね。入れていくのは、はいこれ、芽生え4月号付録 DVD 初めてのひらがな数 ABC。入れていきます。精神だけじゃなく知能まで幼稚園児になったんけ。アンパンマン美味しいの。私はトーマス派。子供がいいものを持っていたので使わせていただきます。我が子といえど無断拝借はトラブルの元だぞ。ディスクを本体にシューと。超液採点どうだ。動きませんね。それじゃあ一旦リセットかけて来るぞ。あーこれこれー。この音がまた懐かしいんだ。で、症状は同じ、と、動かないか。でも、それから待ってみたら。あ、光の玉が動いたよ。動くやんけ。動くやんけ。中の人もびっくりしてた。来たー。うわ、ほんとに再生されちゃったよ。ワン、ツー、スリー、フォー。幼児太鼓、とまあ、普通に動いてしまいましたが、これが現状ということで、それでは分解していきましょう。動いてようが結局やるのね。それでは分解を始めていきます。お願いします。分解解説は気が向いたらしていきますね。ちょっと待って気分の問題。おほほほ PS2 ちゃんお楽しみはこれからですぞ。これはやばい空気。それではまず底面のカバーを外します。マイナスドライバーでカバーをこじ開けられるから。パワーってこの原理で軽くやるだけで取れるよ。こんな風に。それではテンポよく、ポン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 ポポポポン。この編集してる時が気持ちいいんじゃ。だんだん変態ボルテージ上がってるぞ。それでは現れたネジを外していきます。はい、取れました。取れたネジはなくさないようマスキングテープなどで留めておきましょう。分解でのネジ位置把握は大事。裏側のカバーも外しておきましょう。これって何のためにあるんだろう。使うことなかったからね。隙間を作って気合で外しましょう。オラー外れローラー。結局はパワー。あまりに外れなくてごちゃごちゃ10分くらいやってました。ここ一番悩んだかも。で、これ後で気がついたんですが、これ表側から外すんですね。ずっと裏側からやってたぜ。はいそれではオープン。来たねー。来たこれー。なんでそんなに嬉しそうなんだよー。ねえ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 、ほら見てこれこれこれ。怖い怖い。ホコリがこんなにいっぱいおっぱい。バイバイ関係ねえし。このクモの巣のようなホコリコロニーたまんないですよねーねー。やだ近づかないで変態。では本体に行きましょう。おーおー、つつきたたたたまえ。これを自前の筆で舐めると、もうこの筆お掃除ではレギュラー的存在よね。こんもり取れまするぞー。うんこもりもりー。頼むから昔のカパさん戻ってきて。うへー、私綺麗。キモい。じゃあホコリ取りは後に取っておくとして。あんじらされるのー。分解先にやっていくよ。この辺分解複雑だったからポンポコカットしていくね。掃除さえできれば私は一向に構わん。海王静かに眠ってて。ネジ外したらディスクトレイカバー取れました。同じようにトレイ引き出すぞい。あ、これ裏側から外せるようになってるぞ。いつの間にか取れるようになったのか。よし、外せました。こんな飽きやがったこれー。シュシュゴシュギナニョー。もうこれ以上カパを興奮させるのはやめて。ホコリもふさりくんかくんか。もうやだこの空間。いくら口では嫌と言っても本当は感じてるんだろう。ジンマシンでそう。ごちそうはまた後で取っておくとして。今お前ごちそうって言った。おっとジュリ失礼。もういやよー。ネジを外して外れるかな。
おう、びっくりしたぜよ。コード繋がってるから気をつけましょう。もうそんなこんなでごちゃごちゃやっちゃって、もはや原型がない。それでどうにか金属カバー外せました。基本はネジ外しまくってたら分解できるよ。基板がこんにちは。よし、これでかなり分解できたよし、ということはつまり、まさか、うおー、はけはけ。興奮しすぎだ、カパ野郎。うよ、たまんねえ。さあこのコントローラーの接続端子。うへー、きたねえ。うえへーへーへー、こっちもきたねえ。腐っちゃうよ、腐っちゃうよ。倍速でお届けします。基板のカバーも腐るぜ。金属カバーは全体にうっすらホコリが積もってたね。はいはいはい、そしてこれ、ファ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 ン。繰り返しやかましうるせえ。見てくださいよ、このゴミホコリ。うわ、こんなに汚いのかパみたい。どうですか奥さん、行きますよ。それを筆でギュルンギュルンしちゃいます。気温のレパートリーよ。時に優しく時に厳しく。カパが汚いってどういうことや、しばくぞ。そういうところ焼いてこますぞ。なんやこの口調は。嫁さんが人形映画好きだからその影響じゃ。わしのイメージだだ下がりゼロがい。そこまでいいイメージないから安心しろい。はい、そして続いてはこのカバー。改めて見てもやっぱ汚いわ。やっぱつれえわ。 FF15 ベンチマークしかやったことないくせに。こいつをむほほほほほほほ。楽しそうで何よりです。白目一軒一軒言ったれ。良識のある方は筆でしない方がいいですよ。こんなのになっちゃうから。むほほほって一通り腐った結果がこちら。やっぱ綺麗になるんだよな。悔しいけど感じちゃうでしょ。いや、その感想はおかしい。いやん。あ、一応ディスクトレイも軽く腐っておきましょう。もはや挨拶するくらいの軽さ。はい、こっちの子も綺麗綺麗しましょうね。ほこり取りおじさんだ、みんな逃げろ。取っちゃうよ取っちゃうよ。じゃあこの基板は置いといて、こっちのカバーの方を綺麗にしちゃうよ。なんでワンカットフェイント入れたの。そっちの方がじらせるでしょう。取っちゃうおじさんのくせに小尺な真似をしやがって。はい、こんな風に取れたほこりはキャッチ&リリース。戻すなし。これでいつまでも腐れるドン。そんなことをするとはクズ野郎なのか。ではお待ちかね、基板ちゃんお楽しみでちゅよ。あ、カパの間の手が。おほう、精密機械にこの筆攻撃ビリビリきますなあ。節子それ静電気や。注意、精密機器への静電気は故障の原因です。本当にどうなってもいい場合のみ筆でフサフサしましょう。分解修理は自己責任で。以上、注意喚起終わり。ほんと今更よ。ではあらかた腐れたのでひっくり返して、こっちのヒートシンク側の方もやっちゃうん。もう止められないよ。ヒートシンクもヒーヒー言わせてやるぜ。ひえー、この隙間がええんやろ。歯間がええんやろ。お前がやってるのは歯間や。大変こちゃこれたのち。あんたと同じ地球に生まれて恥ずかしいよ。よし、いよいよクライマックスだぜ。へっへ。このテンションでここまで来ちゃったよ。基板のこっち側はこんな感じ。ひひひ、肩が遠いとこまで行っちゃった。ささ、めでるなら今のうちですよ。ここまで解説を全くしてないジャンカーがかつていただろうか。いや、いない。自分で言うなよ。で、隅々までドバドバ吐きましたら、おいおい字幕字幕。はい、一通り吐き終わりまして、リビングがゴミ屋敷に溜まったホコリが、こちら、グエー、来たねー。おほほほ、これこれ。こんな動画でマークつけるの世界広しといえどお前くらいやぞ。それじゃあ集めちゃうよ。集まれゴミの森、仏森に土下座しろ。もちろん集めている紙は中の人が書いた原稿になります。夢という名のゴミか。とってもキラキラしてるでしょ。星屑ってことかい。きらめくスターダスト。というわけで、これが今回出たゴミのまとめとなります。お掃除系 YouTuber 頑張った。全くためにならないハウプー動画で悪いな。このどこにハウプー要素があるのやら。それでは組み立てに移りましょう。はい、それではゴミはゴミ箱へまとめまして。はははは、ゴミのようだー。やけくそなってない子。ゴミだー。君が頑張っていたのは私が知ってるよ。うわーん。それでは、あとは逆の手順で組み立てていくだけとなります。本当に解説ほとんどしないまま組み立てになっちゃった。はい、頑張って組み立てていきましょう。突然の倍速。もうさっくりやっていこうと思ってね。掃除が終わった途端これだよ。途中めちゃくちゃミスりながら何度も分解してやってます。でもやっつけすぎない。いや、この辺さ、サクサクできてると思うじゃん。でも実は合計3時間くらいかかったし、何なら朝4時からの作業だし、実は長時間と体力削りながらやってんのね。ちょっと急に切れるのやめてもらっていいっすか。だってみんなが寝静まってる中で一人カチャカチャやってんだよ。弱音の一つくらい言わせてもらってもいいじゃんね。愚痴多すぎて字幕見えてません。早朝眠い目こすりながらホコリと戯れてんだよ。何このプレイは。だからといって私と視聴者の感情までぐちゃぐちゃに巻き込まないでくださいます。人気落ちるぞ。あ、分解清掃するなら筆よりも掃除機やエアダスターがいいですよ。今更気を引こうったって遅いからな。くぐーとまあやにゃ言っておりますが、画面では組み立てもクライマックス入ってますよ。ほんと振り回される身にもなってくれや。着るものもできるなら静電気を発生しないようなものがいいですよ。モフモフを着ながら言う反面教師の鏡。だいたい32倍速でやっていって、仕上げに大吹きで隅々まで拭いておきましょう。おい、これ水回り掃除するときに使うやつやんけ。奥さんに知られたらどうなることや。大丈夫大丈夫、バレない。あ、奥さんおはようございます。あー、ごめんなさいごめんな。はい、無事お掃除終わりました。ご褒美の味はどうだったかい。ふん、あんなんでへこたれる私ではないわ。断末魔聞こえてたよ。この程度で屈する私ではないわ。え、ほほ、すごかったの。お手本に書いたようなにコマ落ちて。ちょっと背景ではアフターを見せてくれてるんだから解説。組み上がった外観となりますが、こんな風になりました。中もがっつり綺麗にしたからね。溝に溜まっていたホコリが取れてすごいスッキリしましたね。特にこの後ろ側のこのファンとかすっごく綺麗になりましたよ。ほんとだ、茶色い汚れがない。この辺特に気合い入れて掃除しましたからね。もちろん外装もなかなかいい感じですよ。すっごい拭いたからね。大吹きで。うっ、頭が。ではコードを繋いで最後動作確認して終わりにしましょう。うわ、びっくりした。電源を入れていくのはもちろんこの私、スーパーウルトラデラックススターのカパです。カービィみたいなタイトルつけやがって。はい、それではスイッチオン。どうだ、ついたで、また光の玉は止まったままなのね。お掃除しただけですゆえ。それもそうか。そしてディスクも入れると、あ、画面変わったね。しばらく待てば、あ、映ったね。無事再生完了です。なんか白い毛玉おるんやけど。なんで私までモザイクかかってんの。そりゃいい子には見せられないからでしょ。存在自体が R 指定なの。否定はできない。そんな今までの言動を思い返してみろよ。うむ、それなら反論できない。それじゃあ最後の挨拶して終わりにしましょうか。おいっす。はい、一
かがだったでしょうか。最後くらい私にも出番をくれー。アルパカ系 YouTuber コチャです。沈まれ黙れー。おん、そんないきなり激しい。皆様も倉庫で眠っているゲーム機などあったらお掃除してみてはいかがでしょうか。すっきりさせるいい機会かもね。お掃除はいいぞ。やだ怖い。そんなこんな言うてますが、動画は以上となります。いいねやコメントお気軽にどうぞ。以上、お相手はアルパカ系 YouTuber カパと、アルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパン長。